テレポビズ。はい、それではただいまから玉城知事のぶら下がり取材の方を始めさせていただきます。ご質問いただく際は冒頭に社名と氏名を、お話になった上でご質問いただくようによろしくお願いいたします。はい、では行きましょうか。はい、テレビ東京酒井だと申します。よろしくお願いします。はい、今回中国の航空会社の方と会われた上で、今日の李強首相との会談でも中国と沖縄の直行便の復活ということを、訴えられたということで、李強首相の方からも回答があったというふうになっております。はい、知事としてもですね、手応えというのはどんな感じですか。はい、どう感じていらっしゃるかもしれません。今日の会談の中で私は沖縄と中国を結ぶ航空路線の運休によって沖縄を訪れる観光旅行者が大きく減少していますということ、そして、沖縄から中国を訪問する際には県外の総領事館で訪問ビザを、申請することも負担となり、文化や経済などの、相互交流の回復が遅れていますと、そういうことを前提として定期航空路線の復便とビザ、手続きの簡素化によって活発な交流が早期に回復をし、さらに、互恵的に、双方の国と地域が発展することを希望いたしますということをお話しいたしました。それについては本当に李強総理からですね、航空会社や関係所管に、しっかりと指示をして、そのような関係環境が改善されるように努めていきたいというお話をいただきまして、李強総理のお話の中でもご自身がかつて省庁などを務めていらっしゃったときに、その静岡や福井との地域間交流に努められた経緯を述べられて、その国と国との外交もそうだけども地域のその交流も非常に重要な、お互いの信頼関係を構築する上の基本になるということで力強くそのことは進めていきたいということをおっしゃったのは非常にその経験に即した非常にいい前向きなお言葉だなというように受け止めました。今回いらっしゃる前に想定してた収穫ってあると思うんですけど、それを上回ったのがまだ収穫は想定はせずに来たんですが、昨日の商務部の部長のお話ですとか、今日の総理のお話ですとか、非常にその今回の、なんていうんでしょう、国防則の4年ぶりの対談に対して、非常に前向きに受け止めて、しかもそれを非常にこれからお互いにもっと前進していこうという意味でのお返事をいただけたということが、もう今回の河野団長以下国防則の方々の本当に何て言うんでしょう、意を得たりとするところであったと思いますし、私としても沖縄県からの地域交流、さまざまな交流を促進していきたいということに対するお答えをしっかりいただいたという意味では非常に有意義だというふうに受け止めています。はい、じゃあ次の方お願いします。どうぞ。すみません、共同通信の記者の福田と申します。はい、よろしくお願いします。はい、2019年と今回、まあ、4年後に行くことなんですけれど、その知事が座られている位置が、前回と違ったというふうに言ったんですけれども、はい、会長 の河野陽明会長の隣だったということなんですけど、これ、席上を考えたのは中国側で、はい、非常に、会長隣ということで重視している席というふうにも思われるんですけれど、はい、その点なんかこう思われてるところは、前回 の席次着座の位置を写真で確認しましたけど、前回と同じです。はい、ですからおそらく総理が発言され、そして河野会長が発言され、次に私が発言するという意味でのそういう配置にしていただいたのではないかなと思います。
はい。はい。では次の方お願いします。時事通信の平原です。久しぶりだね。はい、衆議院議員時代からずっと一緒だったものです。あの人民大会合での集合写真の時に、はい、あの李強首相と握手をされて、あの一言二言言葉交わされてたかと思うんですけども、はい、その時の会話ですか？あの時はですね、最初握手をして、総理がこうすあの立ち位置に行こうとした時に通訳の方が、あ、沖縄から来られた県知事ですっていうふうに説明をして、おっと私の方を向かれて、あ、今回はようこそお越しいただきましたということで、そういう感じのその、まあ、やり取りでした。だからそんなにあの意味があるわけではなくて、ああよく来ていただきましたねという、そういうその歓迎 の、 あの言葉だったのではないかなと思います。それに対して知事の方から何か、はい、もうありがとうございますと、もう素直にお答えしました。はい、では次の方お願いします。はい、どうぞ一人なので。先ほどあの収穫っていうあの質問の中で、はい、あのまあ、全体を通して地域交流への答えをいただいた有意義だったというふうに、まあ、その沖縄県がその推進している地域外交に対するなんかどういったあたりが有意義だったかというのを、ちょっとお伺いします。はい、まず私一番最初にお話ししたのは、あの沖縄は琉球、約600年間、琉球王国時代、世界の架け橋となり、万国診療として中国との交流交易をはじめ、アジア諸国との平和的な交流によって繁栄をしていましたと。特に関わりが深い福建省とは、1997年に友好証券を締結して、これまで長年にわたり経済、文化、教育分野の交流を温めてまいりました。そして今後の交流を発展させるため、特に未来を担う若い世代の交流を進めていきたいと考えています。引き続いてご支援をお願いしますという話を、まず一番最初に私の発言の中でそれを話をさせていただきました。それについて、総理が私のその言葉を引いて、あのやはりこれからのそのご自身のあの地域間交流の、経験をお話をされた後で、やはりこれからはそういう若い人たちが交流していくことについて大いに意義があるというようにお話をしていただいたので、このやはり琉球と当時の中国との長い、そして深い関わりについて、非常にその、 考えをしっかりと受け止めていただいたんだろうというような、まあ、手応えといいますか、そういう、なんていうんでしょう、この、これまでの相互交流が、これからの礎になるなという、そういう私は気持ちで、そのお言葉を聞かせていただきました。はい、では、はい、じゃあどうぞ。あれ、一方でですね、沖縄県尖閣諸島の問題もありまして、懸念というのも疑問の中にもあると思うんですけれども、そういった問題がある中で、この沖縄政府との関係、事実としてどのようにしていきたいと思いますか。私はその尖閣の問題については、沖縄県としてはもちろん政府の方針を何て言うんでしょう、踏襲するという側の立場ですので、その考えについてはそれで、我々も何ていうんでしょう、認識をしておりますけれども、ただそういうその、まあ、尖閣を含むいわゆる重要な外交の問題は、やはり国と国とにおいて対話による信頼関係の構築と、これからの、建設的安定的な、そういう対話によるさらなる未来への構築を進めていくべきであるというように思いますし、そこは今回特にどなたからもそういう尖閣の話は出ませんでしたし、私も今回は国防省の、経済交流の一環として、参加をさせていただいているということから、これまでの沖縄県の中国福建省との、つながりや、あるいはその交流の歴史を踏まえて、これからその歴史を礎としてどういう
発展に向けて取り組んでいくかということのお話をさせていただきたいと思っていましたので、まあ、今回特に尖閣についてのそういうお話は出ませんでしたので、私からも特にそれについてあえて何か言及をするということもなかったということですね。では、あの6月4日付の日経日報の一面で、あの習主席が沖縄との交流に触れられてですね、はいはい、まあ、今日その、まあ、共産党政治局の常務委員、まあ、ナンバー2のですね、李強氏が出てこられたことで、まあ、その国防省の皆さんも報復されているという、こういう、なんていうか、そのまあ、中国側の沖縄を重視しているようにも思えるような、あの今日の河野会長や私からの発言についての、李強総理のご発言は非常にその今我々が、何を、基盤とし、そしてどのような問題を解決してより良き将来のために互恵関係を作っていくかということの真摯な意見交換が行われたと思います。それとは別に先般 の、 あの習主席 の、 あの琉球と福建省との関わりについてはご自身もあの福建省の省長を務められたという経験から、琉球と福建省はこれまでも長い交流の歴史があるというようなご認識と、そしてさらにはあえて私から申し上げると、そのご認識はこれからのさらに沖縄と福建省とのさまざまな形での交流の進展を希望しているというようなことも含めたご意見だったと思います。ですから今回の件が厚遇であるかどうかということについては、これはもうあの中国側の方で判断をしていただいたことですので、私たちはどのような場面であっても私たちの考えをお伝えし、これから先の未来に未来志向型で安定建設型でどのようにその信頼関係を基盤とした経済、文化、学術などの交流を深めていくかということについての意見交換をさせていただけたというように受け止めています。あ、じゃあこちらで読売新聞の企画の方、米内知事がいらっしゃって中国方と会われた時には、沖縄県は一体の権利として活用してほしいというところと、習近平さんが日本に来た時には権利を言ってほしいといったことをおっしゃっていた、はい、今回そういったことは発言が聞けなかった。はい、特にその点については、まあ、向こうも先方も触れませんでしたし、こちらからもあえて、それを触れることは発言はしませんでした。あと、明日の保健所を会談の手を挙げたいと、いや、まだ今の段階では連絡待ちであるというふうに思ってますけれども、まあ、しかるべき方に対応していただければ、私たちの気持ちはどなたに対しても本当に沖縄からのその交流を促進していきたいということの率直なお話をさせていただきたいというように思います。では、朝日新聞の話をします。はい、先ほど知事の方からスペインの歴史を踏まえた地域交流という話がいろいろあったわけですけれども、はい、ご存じの理事の間でですね、尖閣をめぐる対立が展開したときに、これ中国公式な政府としての見解ではないんですが、自民党で沖縄の帰国問題は不解決であるという論文が出たということもありまして、そういう下敷きもある中で、今後沖縄とその中国の交流に対してですね、いろんな懸念というか、あるいは雑音と言ってもいいのかもしれませんけど、そういうものが出てきがちな環境があるわけですが、その点について知事、率直に。私は沖縄の、まあ、いわゆる歴史的なその、まあ、立ち位置といいますか、我々の種族するところは、歴史のこれまでの文脈の中では十分整理されているというように受け止めています。ただ、まあ、さまざまな考え方が、あるということも踏まえながら、より、その未来志向で、では沖縄県が地域外交として国の外交を
サポートするという観点から、どのようにそれぞれの地域やいろいろな民間団体を含めた現地の方々との各分野での信頼関係を構築し、そこで経済や観光や人流などこれからの未来志向の展開を図っていくかということがより大切だろうというように思っています。はい、ではそろそろお時間ですので残り1社でお願いいたします。よろしくございますか。まだ聞きたがってるような雰囲気復習にどうぞ後にしますまた復習ですけどですね、はい、はい、ではよろしくございます。あ、よろしいですか。はい、はい、では以上で終了いたします。はい、ニフェイレイビタンありがとうございました。お疲れ様でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。